木浦北上線とは、大韓民国全羅南道木浦市にある任、白里駅と北上郡にある北上駅を結ぶ計画の韓国鉄道公社の鉄道路線である。2003年から工事が始まり、以降収益性が悪いという理由で何年も工事が中断されたが、2015年11月から工事が再開された経緯がある。2022年頃開通予定。 この路線の統一した正式名称はまだ存在せず、この路線の故障はメディアによってまちまちであり、喜び前線の一部ないし支線として扱われたり、喜び前線とは別の路線としてみなされることもある。この路線と喜び前線の北条不山区間を合わせて、南海岸鉄道とも呼ばれる。一部では、この南海岸鉄道の方が喜び前線の本線になり、 従来の高週末なぎさ北上区間の方は、支線扱いになるという予測も存在する。それまでこの路線は、非電化として2020年完成を目途に工事が進められていたが、2019年末にて、喜び全線と一緒に電化路線となることが決定された。同時に完成予定も2022年に延期された。この路線を含む、 南海岸鉄道全区間が電化路線として完成すると、従来の喜び前線で7時間35分以上、かかっていた木浦から富山までの移動時間が3時間57分まで短縮できると言われている。ちなみにこの路線と直結する予定である喜び、前線の場合は、順天駅より東側と西側とは改良工事のペースに違いが出るものの、 おおむね2025年まで全ての区間が、電化路線として改良が完了する予定である。特に人口過疎地域ゆえに長い時改良予定が、なかった順天北条の区間は、木浦北上線及び喜び前線、東側区間との直結を念頭に置いて優先的に、着工し、2023年まで改良が完了する、見込みである。ありがとうございます。